キンベレラ。キンベレラは、エディアカラキに繁栄したエディアカラ生物群に含まれる、生物の一種。長い糞で堆積物を引っかいていたとされる。体長は、数センチメートル。原始的な軟体動物である、可能性が高いとされる。オーストラリアのエディアカラの丘で最初に発見された。最近の調査では、 八海地域で大量に発見されており、年代は5億5800万年前マイナス5億5500万年前と推定されている。他のエリアから生物群のように、その系統的位置は議論の的となっている。最初はクラゲとされたが、施設で引っかいた後のような生根化石が発見されたことで、現在はおそらく軟体動物とされている。また、 この生物の系統的位置は、カンブリア爆発の解釈に大きな影響を与える。俗名は収集家のジョン・キンバに由来する。俗名は最初キンベイリアとされたが、ドクター・エ h エイラドブルックにより、この名は、キリガイダマ氏族のア族として使用されていることが指摘された。このため、1972年に、メアリー・ウェイドにより、キンバラという名に変更された。 オーストラリアのエディアからの丘、八海地域のウスチーコールピネガルイから産出する。八海ではトリブラキディウムディッキンソニアなどのエディアから生物群、蛇行したナマコン化石、草類などと共に産する。この地層を挟む火山培層に含まれるジルコンにウラン。 鉛年代測定法を適用することによって、この層の年代は555.3プラスマイナス 0.3MA から 558MA の間であることが分かった。また、火山倍層の上下からも本種の化石は見つかっている。エディアからの丘の化石に関しては、正確な年代は不明である。化石は主に、砂層下の粘土層の上部に保存されている。 全ての化石は基盤に埋まっており、堆積物の圧力で破壊されない程度には頑丈だったと見られている。軟体部が腐敗した後に泥が侵入し、生物の形を残すに至ったと考えられる。ほとんどの標本は急速な堆積によって海水から隔離されることで保存された。また、生物の腐敗によって発生した物質が、周囲の堆積物を強化した可能性も考えられる。 分泌された粘液によって保護されていたという主張もあるが実験では粘液はすぐに分解してしまうことが示されている。発海地域のきめ細かい砂岩層からは様々な成長段階からなる線以上の標本が得られている。保存状態が良いため形態や内部構造、運動や切除方式に関する様々な情報を得ることができた。化石は楕円型で 前後軸方向に長い。四方動物、クラゲイソギンチャクヒドロムシなどに特徴的な放射総症の体制は見られず、左右総症的な特徴を示していた。クラゲとされていたオーストラリアの化石からも左右総症的な特徴は確認できる。背面には、殻があったと見られ、大型個体では長さ1 5トル、幅5から7トル、 高さ3から4センチメートルに達している。最小個体では長さ2から3ミリメートルであった。殻は石灰化しておらず、成長と共に大きく丈夫になったようである。折りたたまれたり、引き伸ばされたりした標本もあることからすると、この殻は硬いが柔軟性があり、おそらく骨片のような構造の集合体であったと思われる。殻の一端にはクラ型の部分があり。 こちらが前であったと推測される。いくつかの標本では、殻の内側に黄門が観察され、これは筋肉の付着根と思われる。同じような模様が殻の円にも見られ、足を殻に引き込むための筋肉があったのかもしれない。殻の中央は盛り上がる。大切は確認できないが、それに似たモジュール構造がある。各モジュールには、背面から覆面に向かう筋肉と腹側。 を横断するる。筋肉があり、この組み合わせによってて移動していたと考えられる体の周囲にはシビラを持ち、これは呼吸器系の一部として、エラに似た機能を果たしたと考えられる。シビラは、体の周囲に広く伸びており、エラとしての機能が不十分なため大きな表面積が必要だったという項を示すものかもしれない。また、天敵がいなかったため、 殻の機能は主に筋肉が付着する基盤としてのものだったという解釈も可能である。穏やかで酸素にとむわさせ、10メートル以前を動き回り、バイオフィルムを接触していたと考えられる。ヨルギア、ディッキンソニア、トリブラキディウム、カルニオディスクスなどの化石が共に密るため、おそらくこれらの生物と共存していたのだろう。餌を選別したような痕跡はない。張った後に、 接触痕が残っていることから、後ろ向きに移動しながら接置したと考えられる。また、一点に止まって接地したと見られる、線形の接触痕も残されている。繁殖の形式や有性生,生殖していたかどうかは不明である。生息地にはしばしば嵐や雪解け水の洪水による砂が流れ込み、生物を押し流した。 移動速度からして土砂から逃げることはできなかったため、軟体部を殻に引き込んで耐えたと考えられる。いくらかの個体は砂から生い出て生き延びているが、生い出せなかった妖体が数センチメートルの深さに渦漏れて化石化している。現在見つかっている金原族の化石は全て金原クワドラタのものとされている。1959年の最初の化石は1966年に マーチン・グラスナーとメアリー・ウェイドによって、クラゲとされ、1972年には、ウェイドにより箱クラゲとされた。八回の化石が発見されてからこの見方は転換し、ミカイル・エイ・ファドンキン・ベンジャミン・エム・ワガナー等の研究によりクラゲではなく、最古の三排葉性左右層小動物であることが分かった。本種の化石からは、2枚貝以外の軟体動物に、 存在する基地室の絶、死絶が発見されていない。死絶は化石化しにくいため、化石記録の欠如は、本種がそれを持たなかったということをすぐにするわけではない。化石の近くの岩からは、軟体動物がバイオフィルムを削り取ったような跡が発見されている。これらの生根化石はと呼ばれ、死絶の存在の状況証拠と解釈される。殻の存在と合わせて、これは、 本種が軟体動物、またはそれに近縁であることを示すとされている。2001年と2007年、ファドンキンは伸縮する糞の先についた針状の機関で切除が行われていたとひさげした。この構造は典型的な施設とかなり異なっており、本種が高々かか、ステムグループの一つでしかないことを示している。だが、現在の証拠からは、本種が体動物、 またはそれに近い動物であることは言えないとして、おそらく軟体動物、またはおそらく左右相称動物、と呼ぶ方が正しいとする主張もある。ニコラース・ジェバターフィールドは、ラジェリックネスは、本種が軟体動物であることを示すものではないとし、他の生物も似たような模様をつけることができると主張している。確かにこの接触根は施設によるものではなく、本種が、 この共有派生形質を書いているとすれば、本種を軟体動物のカンムリ分類群から排除する十分な理由となる。カンブリア爆発は、カンブリア期前期5億4300万年前マイナス5億1800万年前に起きた動物の形態的多様性の急速な増大である。カンブリア期前期の化石は19世紀中頃にもわずかに知られていたため、この短期間で 多数の種が出現した事象は、チャールズ・ダーウィンの自然選択説に反駁するために引用されたこともあった。四方動物以降に出現した動物は大きく、原口動物と信仰動物に分けられる。本種の軟体動物様の形態からは、原口動物であることが強く示唆される。もしそうであれば、原口動物と信仰動物の分岐は、 本種が出現した5億5800万年前以前のことで、カンブリア期の春海以前であるということになる。また、原口動物でなかったとしても、左右総称動物であることは広く受け入れられている。現代的な四方動物の化石が、サンタルイソから発見されていることから、四方動物と左右総称動物の分岐は5億8000万年前より、古いと考えられる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。